オブライエンは、アメリカ海軍の駆逐艦。オブライエン級駆逐艦の一隻。艦名は、ジェレマイア・オブライエン及び彼の5人の兄弟、ギデオン、ジョン、ウィリアム、デニス、ジョセフにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。オブライエンは1913年9月8日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド、サンズ社で寄港した。 1914年7月20日に、マーシャ・ブラッドベリー・ギャンベルによって、命名、浸水し、1915年5月22日に、艦長、シーコートニー少佐の指揮下収益する。ロードアイランド州、ニューポート及びハンプトンローズ艦での成長後、オブライエンは1915年12月に、大西洋艦隊水雷小艦隊第五分隊に、配属される。 1916年初頭から1917年の春まで艦隊とともに東海岸沿い及びキューバ海域で活動した。1917年3月にキューバ沖での冬季艦隊演習から帰還し、1914年4月6日にアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した時にはヨーク川で活動中であった。ブルックリン海軍交渉での偽装後、 5月15日にニューヨークを出港、アイルランドに向かう途中のバスコシア州ハリファックスで、船団と合流した。1917年5月24日にクイーンズタウンに到着、第6駆逐艦隊に配属され、イギリス軍部隊と共に活動する。両艦と共にアイルランド沿岸の偵察に従事し、船団が高戦地帯を通行する際には護衛を担当した。 1917年6月16日にクイーンズタウンを基準にマイルでエリシアを護衛中、オブライエンは潜望鏡を観測する。攻撃のため潜水艦に向かうと、全省楼の警戒要因は潜水艦が右炎に接近するのを発見した。爆雷が投下されたが敵艦への損傷は確認できなかった。3時間ほど後に、 イギリス軍のジャスミンがほぼ同一で大きな油の染みを発見、報告した。翌朝カッシングがジャスミンの報告を確認した。イギリス海軍本部は敵潜水艦が撃沈されたものと考えたが、後の調査で攻撃を受けたドイツ潜水艦 U-16 は活動を継続し、その巡航を完了したことが明らかになった。1918年夏にオブライエンは、 フランス沿岸へ移動し、対戦紹介を継続した。休戦の後オブライエンは、フランスのブレストとイングランドのプリマス間で、郵便物及び乗客の輸送を20時した。1919年1月8日にニューヨークに帰還し、1922年6月9日にフィラデルフィアで退役する。オブライエンは1935年3月8日に除籍され、 フィラデルフィア海軍造船所でスクラップとして解体。鉱材は1935年4月23日に売却された。ありがとうございます。